今この瞬間にも世界中で約1万機の飛行機が飛んでおり、100万人以上の乗客が空の旅を楽しんでいるんですよ。遠い場所まで短時間で移動するのに最適な手段が飛行機であることは間違いありませんね。ですが、ある場所では約 2.7km の距離を飛行機で移動するというのです。なぜなのか気になりませんか？さて、このフライトを管理しているのはスコットランドの航空会社ローガンエア。想像してみてください。あなたはオークニー諸島にあるウェストレイ島からパパウェストレイ島まで移動することになりました。ここはスコットランドの北にある島。あなたは地元の人に島から島へ移動する一番早い方法を尋ねます。そしてこう言われるのです。飛行機で行け。ちょっと待ってください。なんで飛行機？目的地までたったの 2.7km ですよ。フライト時間なんて1分もかからない、たったの57秒です。まあ確かに57秒というのは風に恵まれた時のことですが、たとえ天候が崩れたとしてもやはり2分ほどしかかかりません。まあ天候のせいで1分ほど飛行時間が長引くっていう不便さはとりあえず置いておいて、この飛行機に乗るためには何をすればよいのでしょうか。まずは財布を取り出して往復チケットを購入します。往復で約50ドルくらいですよ。ボーディングタイムが来たら滑走路にある小さな飛行機のところへ行きます。これはブリテン・ノーマン・アイランダー、たった8席の近距離航空機です。飛行機に乗り込んだら窓側の席に着席。1分間のフライトを実際に体験すると気づくと思いますが、ランチやドリンクの提供はないんです。お腹が空いても我慢しないといけませんね。ちなみにこのフライトの距離ってエディンバラ空港の滑走路よりも短いんですよね。ところでブリテン・ノーマン・アイランダーでの移動は他の飛行機と比べても大抵がエコなものです。例えばボーイング747が離陸前に移動するだけでもすでに 1.5 トンの燃料が燃やされているんです。しかしこれがウエストレイ島からパパウエストレイ島までの空路では飛行機は着陸までに 10kg の燃料しか消費されないのです。かかる金額はたったの20ドル。あなたの旅行の話に戻りましょう。あなたの乗る飛行機は駐機場の中を曲がりくねりして滑走路へとたどり着きます。次にあなたは飛行機が瞬間的に加速するのを感じます。そして離陸完了です。もう空の上、飛行機は海上を飛んでおり高い高度までは上がりません。そして次に待っているのは着陸です。おめでとうございます。フライトは無事終了。快適な空の旅をお楽しみいただけたでしょうか。航空機を降りると感動と満足感で満たされることでしょう。ここでサプライズです。人生で初めてこのフライトを経験した人は特別な証明書がもらえるのです。そこにはあなたの名前とギネス世界記録に認定されているウエストレイ島からパパウエストレイ島への世界最短の飛行距離を飛んだことが記載されているんですよ。やった！たとえこの世界最短のフライトに観光客が来なかったとしても、この2つの島をつなぐ空路は依然として信じられないほど人気があります。地元の教師、医者、銀行業者、そして他の島民たちがこのフライトを定期的に利用しているのです。驚くべきことに、オークニー諸島エアサービスはこれまでで100万人以上の乗客を運んでいるんです。ローガンエアはこの空路を1967年にオープンし、2017年に50周年を迎えました。同社はこの空路を本当に大切にしており、彼らをつなぐ架け橋として世界一価値のある宝石にも値すると話しています。空路はオークニー諸島の本島とその外周にある6つの島をつないでいます。ノースロナルドセイ島、サンデー島、ストロンゼー島、エディ島、そしてもちろんあなたももうご存知、ウエストレイ島とパパウエストレイ島をつないでくれています。ちなみに航空会社の客室乗務員はスコットランドを象徴するチェック柄、タータンと呼ばれる柄の服を着用しており、機内にもいくつかのタータン柄のものを見つけることができます。このヘッドレストみたいに。とはいえ、こうした一風変わったフライトを提供する航空会社はローガンエアだけではありません。
地球の反対側にあるシンガポール航空は2018年10月に世界最長の直行便を開始しました。超長距離飛行ともいえるフライトではシンガポールチャンギ国際空港からニューヨークまでの 15,600km という距離を移動します。興味深いことにこのフライトにはエコノミークラスはなく、受け入れ人数も253名ではなく94席のプレミアムエコノミークラスと67席のビジネスクラスだけが用意されているのです。飛行時間は天候条件にもよりますがおよそ19時間だとされています。もし機会があればぜひお財布にも優しい南アフリカのクルラエアラインを試してみてください。この会社は飛行機に鮮やかな緑のユニークなペイントを施して一躍有名になりました。例えばフライング101には This way up、 日本語でこちらが上というフレーズとともに飛行機のさまざまなパーツの名称と説明文が描かれています。客室乗務員などは乗客をウィットに富んだ言葉とジョークで迎えてくれます。その上、この航空会社を利用したなら機内で次のような注意事項を聞くことができるでしょう。ご搭乗の皆様、ただいま機長が皆様のお荷物をゲートまで戻している最中ですので、座席に留まりシートベルトをしっかりお締めくださいませ。このエアライン、空の旅をこんな風に楽しいものにした上に素晴らしい安全飛行記録も持っているんですよ。ハローキティはお好きですか？それならこれ、熱狂的なファンもいる台湾の航空会社エバー航空をご存知でしょうか。この会社の航空機は細部に至るまでハローキティで飾り尽くされているんですよ。まず何よりもハローキティがでっかく飛行機の外側全体に描かれていますね。機内はどうでしょうか。ヘッドレストのカバーやメニュー、器具、さらにはトイレットペーパーまで、まさにハローキティ尽くし。最新のデザイン、ハローキティシャイニングスターはボーイング777。この飛行機は台北、シンガポール、ヒューストンにまで飛びます。航空券はかなり高額ですが、こんな普通じゃないフライトを一度は経験してみるのもいいかもしれませんよ。ロンドンガトウィック空港からマルタへのフライトにマルタ航空を選択したあなた、今日はあなたのラッキーデイです。というのもこの航空会社はエコノミークラスの機内サービスの向上を開始し、実際にその成果を上げているんです。マルタ航空は機内スパサービスの無料提供を開始。フライト中、2人のマッサージ師が首、足、頭部、そして手のマッサージをしてくれます。またマニキュアやハンドトリートメントのサービスもあり、必要に応じて美容製品のサンプルを試したりすることもできるんです。さらに3時間のフライト中に少しでも良い眠りにつけるよう心を癒すヒーリングミュージックも提供しているんだそうですよ。人生に刺激が欲しいって思っているあなた、ぜひドイツのローコストエアラインユーロウィングスが提供するミステリーフライトを利用してみてください。出発地を選んだら目的地カテゴリーを選択します。違いますよ。明確な場所や都市を選択するのではなく、さまざまなカテゴリーの中から選ぶんです。例えばショッピング、太陽とビーチ、メトロポリス、パーティー、トレッキングやハイキングなどを選ぶことができます。予約が完了し航空券の代金を支払えば、すぐに航空会社のウェブサイトからどこに向かうかを確認することができます。とても刺激的でしょう。とはいえ私もそうなのですが、何より快適さというのは大事ですよね。でもファーストクラスの値段は払いたくない。わかりますよ、私もです。大丈夫、私たちにはニュージーランド航空がついています。いえ冗談ではなく、この航空会社はエコノミースカイカウチ、別名カドルクラスという、飛行中に下半身の血流を滞らせたり背中を痛めたりしないための座席を導入したのです。これは足元の部分を上げることができ、座席と水平に固定することができます。3列席に座っている場合は座席の足元を全部上げてしまえば広く快適なベッドに早変わり。この機能は特にカップルや小さなお子様と旅をしている親御さんにとても人気なんです。なぜって、そりゃ見ず知らずの人と寄り添って寝たくはないでしょう。ちなみにスカイベッドを使ってくつろいでいる時でも、通常のシートベルトに接続できるループベルトを締めなければならないことは覚えておいてください。2011年
KLM オランダ航空は乗客同士のネットワークをつなげるサービスを開始。航空会社は Facebook と提携し、同じ便の乗客同士がお互いの LinkedIn と Facebook プロフィールを閲覧できるようにしたのです。そうすることで、仕事や趣味で共通点がある乗客同士が隣同士の席を選べるというわけ。でも、あなたが他人に自分の SNS プロフィールを見せたくないのであれば、もちろん予約をするときに自分のアカウントを見せないように設定することができますよ。ええ、私ももちろんパスです。だってなんだか不気味ですよね。さて、これらのフライトでどれを試したいと思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。この動画で何か新しいことを学べたと思ったら、動画の高評価とお友達へのシェアをお願いします。おっと、ブラウザーの戻るはまだ押さないで。私たちのチャンネルでは2000以上の動画をいつでも見ることができますよ。この左と右に表示された動画をクリックしてくださいね。これからもブライトサイドをお楽しみください。